このシリーズもいよいよパート5に入ってきたんですが、今回もぜひ、中小企業の経営者の方には見ていただきたい、そんな内容になっております。はい、どうも社会保険労務士の大月です。今回はこちらのスライド、特別条項があるサブロック協定を引いてる会社、まあこういうケースになります。同じくポイントは法定休日労働が含みますよということになります。スライドを見ていただけると分かるように、4月45時間、5月45時間、それぞれ45時間に残業が収まっているので、これは通常のサブロック協定の範囲内ですよ。そして9月、これ時間外労働が75時間にいっています。45時間を超えているので特別条項が発動されているということです。この会社は特別条項を95時間というふうに設定をしているわけでございます。っていうと時間外75時間、そして法定休日労働が20時間ですので、合わせて95時間ということですので、まず特別条項の範囲にギリギリ収まっていますよ。そして今度結果としての100時間、こちらについても収まってますよということで、このケースはセーフということになります。特別条項がないような会社だとこれはアウトということになるというわけです。続いてこちらのケースをご覧ください。同じく特別条項を95時間と引いているところなのですが、先ほどと異なる点が、9月の法定休日労働の時間が5時間増えて25時間やってしまいました。このケースはもちろん45時間を9月は超えているので特別条項が発動されています。そして今回の法改正により法定休日労働をここにオンしていくわけですから、25時間オンされてこれが100時間になるわけですね。つまり特別条項を超えてしまっているので、だからダブルでアウトというわけでございます。特別条項を発動しないでも100時間いってしまう可能性があるということから、こういう結果に対する規制がかかったということでございます。そしてもう一種類ありまして、それが2ヶ月から6ヶ月の時間外労働の平均をして80時間以内に収めなさい、これも結果としての規制になります。ではこちらのスライドをご覧ください。4月5月6月7月10月まで書いてあるんですが、まずこれね、9月を起点として見ていただきたいんですが、9月自体は75時間ということなので単月100時間いっていませんので問題なしということです。ちなみにここ同じ95時間で特別条項を切っている、まあそんな会社だと思ってください。9月は OK、 そして8月については休日労働を合わせて85時間やっています。8月と9月を平均すると80時間なので80時間以内に収まっているということで、ここに対してはセーフということになってます。まあこういう要領で見ていくと、9月から遡ること4月までどこを平均とっても80時間以内ですのでセーフということになります。これがですね、仮に10月を見ていただくと75時間時間外労働をして、さらに法定休日を10時間したとします。するとこれ85時間なんですが、単月で見れば100時間未満なので全く問題はないと。そしてじゃあ9月と比べると9月と10月の平均は80時間ですのでギリギリセーフということです。ただこれがもう一月足を伸ばします。8月9月10月ってなると、8月は、法定休日合わせて85時間働いてるわけです。そうするとこの3月を平均をすると81.7時間、微妙な計算なんですが、ここで80時間オーバーなのでこれは残念ながらアウトと、こういう仕組みになっています。対策としてすっごく当たり前なこと言いますが、一番楽なのは総労働時間を減らすということです。なるべく法定休日は短くするっていうのと、残業もどんどん減らす、まあこれが対策として王道になるわけです。ここでお伝えしておきたいのは、これね、法律になったんで強制力があるわけなんですね。法定休日労働を含めた総労働時間で管理する仕組みが必要になるということです。長時間労働になるほど仕組みがどんどん複雑になっていく。ですから複雑なのに対応するか、労働時間を減らしていくか、労働時間減らす方が
もちろん働いている人のためにもなるんで、そういう方向に向かっていってもらいたいと思います。とはいえいきなりできないよっていう場合、じゃあどうするかっていうと、法定休日をコントロールするしかなくて、法定休日を日曜日にするとか土曜日にするとか、まあこういう定めをしておくと管理しやすいのでおすすめです。最後にお伝えしますが、何よりも大事なのはまず労働時間をしっかり管理する体制を作っとかなきゃいけないです。だから少なくとも勤怠システムは入れて、そしてそういう管理がしやすいものをしっかり選んでいくことが、対応策の第一歩になってまいります。ぜひね、4月以降こういう法改正があることを知って、そして後々ね、法令違反なんていうことに言われないようにしっかり対策を取っていただきたいと思います。それでは皆様からの高評価、そしてチャンネル登録をお待ちしております。